キバナの突き抜きホトトギスは、ユリ科の植物であり、世界でオスズ山にのみ自生する固有種である。渓流の崖から垂れ下がるように生える、多年生の草本であり、全長は50から70センチメートル、葉の長さは8から17センチメートルになる。葉が茎の周りを巻くようにつながり、茎が葉を突き抜いているように見えることからこの名が付けられた。9月下旬から10月初旬にかけて、葉の付け根に黄色の花を咲かせる。1931年、宮崎高等農林学校教授の宮沢文吾が発見し、突き抜きホトトギスと命名して発表した。ところが、その後、1935年、都城中学校教諭の鮫島英が採集した標本に、正宗元慶博士が、キバナの突き抜きホトトギスと命名し、この名が一般に定着した。絶滅危惧 IB 類、佐竹義介他編、日本の野生植物草本一端使用類平凡社、1982年、荒木徳蔵、宮崎の植物あれこれ、みやび、文化情報センター、2008年、環境庁自然環境局野生生物科編、改訂、日本の絶滅の恐れのある、野生生物8植物愛、財団法人自然環境研究センター、2000年、ISBN4 から915959から71から6。ありがとうございます。